J コムプレゼンツ大分サイクルフェス2021、三菱地所大分憩いの道クリテリウム、レースをハイライトで振り返っていきます。解説は平塚義満さん、実況担当木下貴道です。平塚さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。 JR 大分駅の南側、特設コースで行われるクリテリウム、今日は秋晴れの非常に気持ちいいというか、気温が30度超え、かなり暑い中でしたね。夏に戻った感じですね。さあ、その夏の熱気にも負けないような大分でのレースということになります。地元のスパークル大分もかなり気合い入ってましたね。そうですね、最前列からスタートしていい形だったのかなと思います。全13チーム75名がスタート、その中からでいうと島のレーシングかなり序盤積極的でしたね。そうですね、カールガール積極的に動いてレースを作ってましたね。天野、床井、さらには風間、この辺りが前で飛び出していこうというところでしたが、マトリックスのパワーというか後ろからのコントロール強烈でしたね。そうですね、常にマトリックスが先頭で固め続けて、あのマトリックスにとっていい展開だったのかなと思います。ベテランのフランシスコ・マンセボの力が光ります。その中で序盤の最初の10周回目、スプリント周回かかるところでしたが、スパークル大分、地元孫崎大輝が取りに行きました。やはりね、この辺の動きは上手ですよね。そしてこの孫崎が出たタイミングで少しね、集団も割れかけたんですが、やはり集団の後ろのコントロール見事。一方でペース上がる中で黒枝沙耶香、ちょっと苦しかったですね。そうですね、優勝候補の一人だっただけにちょっと残念でしたね。2018年のこのクリテリウムの勝者、黒枝沙耶香がここで遅れていきます。そして20周回目のスプリントの前ですね、愛三工業の選手が落車、これ5名ほど巻き込まれました。そうですね、すごく痛そうな激しい落車になってしまいました。まあ、そしてこれをきっかけに集団が分断という形にもなっていきます。まあ、その中マトリックスパワータグがしっかりとここはコントロールをして、20周回目の周回賞、安原大輝が集団の中から先着通過。まあ、本当にマトリックスが序盤中盤、まあ、この後終盤にかけてもずっとレースの前で進行していきましたね。そうですね、作戦通りに強さを見せてきたなという印象ですね。そして割れた集団合計18名ということになりました。この中にはブリッツェも5人残しましたね。はい、やっぱりレース巧者だと思います。マトリックス、ブリッツェがそれぞれ5名ずつレースを残して、レースは最終盤に入っていきます。今シーズンかなり強さを見せている避難サイクリングチーム、残ったのは中島康春と畑中雄介の2人、まあ、このベテランがどうするかというところでこう相談するシーンもありましたね。そうですね、2人とも勝負に絡める選手ですので、ここはしっかり話し合いたいところですよね。一方で単独で残った本田春平の動きも気になりましたが、最終周回はブリッツェンがしっかりとレースをコントロールに入って、最後のスプリント、平塚さん、お願いします。そうですね、小野寺選手がやはり3番手からしっかりとゴールスプリントを開始して、中島選手、吉田選手と続いて、吉田選手もね、非常にいいかかりを見せたんですが、そのままインで走り続けた小野寺選手が勝ったという形です。中島康春、さらに吉田隼人を抑えての小野寺レイ、さすがのクリテリウムでのスプリント力を見せつけてきました。宇都宮ブリッツェンの小野寺レイが見事に大分憩いの道クリテリウムを制しました。灼熱の大分で行われたクリテリウム、ブリッツェンが勝利を挙げた初日でした。